バレーボール女子日本代表は、パリ五輪の1次リーグ B 組でブラジル、ポーランド、ケニアと対戦する。ブラジルのメディア、グローボ .com は、死の組を脱出、と伝え、ポーランドの PAP 通信も、米国は避けたが、厳しい対戦相手となる、と報じた。パリ五輪女子バレーボールの1次リーグ組み合わせ、写真。日本と各国の通算対戦成績は、対ブラジルは45勝94敗、対ポーランドは34勝19敗、対ケニアは11勝0敗。世界ランキングは、日本7位、ブラジル1位、ポーランド4位、ケニア20位となっている。眞鍋政義監督は、世界ランキングで、日本より下位に位置するケニアには確実に勝利したい。ポーランドにはネーションズリーグの予選ラウンドでストレート負けを喫しており、間違いなく難敵。そして2022年世界選手権、2023年パリ五輪予選でも対戦し、悔しい思いをさせられたブラジル。オリンピックではリオ大会、東京大会に続き3大会連続予選ラウンド同組で、もはや腐れ縁、とコメントした。グローボ .com は、A 組を最も厳しい組として紹介。開催国のフランスは、東京五輪金メダルの米国、世界選手権2連覇のセルビア、2023年ネーションズリーグ準優勝の中国と強豪国が揃った、死の組に入った。C 組は、イタリア、トルコ、オランダ、ドミニカ共和国となった。